はい、皆さんこんにちは。今回は Google ワークスペースでユーザーを一括登録するときの注意点、これを説明していきたいと思います。で、まずこれ一括登録をするためにはこちらですね、ディレクトリをクリックしてユーザーをクリックします。はい、そうするとここにちょっと隠れてるんですけど、ここです。はい、ユーザーの一括更新というのがあります。はい、ここをクリックします。で、今回は空の CSV テンプレートをダウンロードしてユーザーを登録してみたいと思います。はい、で、ダウンロードができましたので、これをまずは Excel で開いてみます。はい、はい、それでは開きましたので、これをちょっと拡大したいと思います。で、必ず入力しなくちゃいけないのはこの5つになります。はい、じゃあ色をつけてちょっとこの部分を拡大しますね。はい、このように幅を広げてみると、ここだけリクワイアドということで必須とあります。で、ここは必ず入力をしてください。で、ここではとりあえずダミーデータを入れていますね。はい、それでは次にパスワード入れます。で、ちなみに Google ですけど、こんな簡単なのを入れると毎回2段階認証で確認をしなくちゃいけないので、まあ、ここはね、複雑なものを必ず入れてください。はい、絶対こんな番号入れちゃうと後で大変です。で、次にこのオリジナルユニットパスって言うんですけど、わからない場合はとりあえずスラッシュを入れておけばいいと思います。半角でスラッシュで、これ何かというと、組織を作っていた場合、例えば、まあ、教職員という組織を使っていればスラッシュ教職員で、例えば教職員の下にさらに2022年度とかね、まあ、こんな風に、まあ、組織を作った場合はこういう風に入れるといいかと思うんですけど、まあ、わからない場合はとりあえず、はい、スラッシュにしといていいかと思います。はい、はい、で、準備ができたならばこれを CSV 形式で保存するんですけど、ここで注意が必要です。ファイル、名前をつけて保存で、ここでCSV コンマ区切りとあるんですけど、これで保存してしまうとなんと一括登録できません。はい、CSV の保存形式にはこちら CSV UTF-8 コンマ区切りで保存をします。はい、で、これで保存してあげると。はい、で、 OK をします。はい、これで準備ができました。はい、それでは先ほど保存した CSV UTF-8 形式ですね。はい、CSV ファイル添付をクリックして先ほどのファイルを選びます。はい、はい、で、これでアップロード、これをクリックしてあげます。はい、これで一括アップロードが完了しました。はい、そして最後にもう一点なんですけど、一括登録できる最大人数は500人なので、はい、Excel シートだと最大501ですね、セル番号がこの501までで登録をしてください。まあ、どういうことかというと、例えば2000人だったら500人ずつ4回に分けて登録する必要がありますから、そこだけ注意をしてください。はい、今回は Google ワークスペースでユーザーを一括登録するときの注意点でした。それではまた。じゃあの。